あなたは日本のレーザー技術力をご存知でしょうか。すでに世界屈指の成果を持っているのです。今回はそんな SF 未来なレーザーシステム技術について詳しく見いきますね。三菱と河合のこの技術力は世界屈指みたいです。護衛艦イスモなどの空撮映像を阻止できる技術があるのです。すぐにでも配備し、漏洩防止に使用できます。コスパいい、兵器は海外でも売れるんじゃないかな。日本も同志国には売り出ししてもいいのではないかな。韓国以外はね。まるで、SF の世界から飛び出したような兵器が出現しました。三菱重工業と川崎重工業が、防衛・セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に、高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展しました。ドローンの利用は、ロシア・ウクライナ戦争でも、メディアで、何回となく報道されています。近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているようです。ドローンはミサイルで撃墜もできますが、ミサイルは一機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのは何とももったいないわけです。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できますし、発射時の騒音や火炎がないので、敵から発見されにくいというメリットがあります。三菱重工が展示したドローンについて紹介します。出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには、加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使います。中核には、キドルイ元素の YB、イッテルビウムをドープ、電化した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となります。レーザーの波長は金赤外域の1マイクロメートル帯で、射程は 1.2km ということです。同社のブースでは、ドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したそうです。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては、説明員曰く、ある程度の降雨では大きな問題はありません。ただし、霧やも、矢の影響については今後確認することになっていますということです。三菱重工が開発したシステムを説明します。内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別します。そして、レーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになります。上空を飛行するドローンに、レーザー光を正確に当てることが、重要なポイントになるでしょう。そのため、同社は、誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているそうです。ウクライナ戦争では、ニュース映像などで、様々なドローンが実戦投入されていることはご存知ですね。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えましょう。DSEI ジャパンでは、前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われます。人的被害を少なくするためでしょう。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は、車両搭載型で、車内での研究が重ねられてきたそうです。過去2年ほどは、種子島で実証試験を繰り行ってきました。レーザーのように、エネルギーをターゲットに照射して破壊する指向性エネルギー兵器 DEW は防衛面からはコスト面で大きなメリットがあると言われます。例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは一発あたり約40億円もかかるのです。これに対して、レーザー兵器は一回照射するのにかかるコストは電気代数100円程度とされます。電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということなのです。三菱重工業は、社内研究を踏まえて、2021年11月、防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を、契約は8億2500万円で契約しました。2021年度予算で、防衛省は、車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上しました。
将来の軽空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされています。防衛装備庁と海自は、2023年10月17日、世界初のレールガン、電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表しました。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということです。防衛装備庁は、この洋上射撃試験の短時間の動画を、X、旧 Twitter に投稿すると同時にコメントを発表。内容は、従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものでした。レールガンについて説明します。レールガンとは電磁砲とも呼ばれますが、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことです。従来の火砲は火薬を用いていますが、それと比べると弾丸の初速が大幅に高めることができるそうです。つまり、高スピードが出る兵器ということですね。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ハイパーソニックウェポンズへの対処とみられます。同兵器は、音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるので、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングで、スピードや高度を変えることができる機動性も持っているそうです。すでに、中国とロシアが、アメリカより、先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようですが、ロシアは、ウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されています。極超音速兵器は、その高スペックゆえに、既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるとのことです。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介しますね。弾道ミサイルは、発射後、高度 100km までの大気圏を越え、放物線を描きながら目標地点に着弾します。一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度 20～80km 付近の低高度を変則軌道を描きながらターゲットに到達するということです。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では、迎撃側も極超音速で、会合点に向かって飛翔することが重要とのことです。レールガンは高速化のポテンシャルが高いので、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器です。例えば、アメリカの先行研究によると、200km 程度の射程も可能と見ているそうです。プラスのメリットは、誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいので、探知、迎撃されにくい、発射薬がないので安全に運用できるなどです。そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられます。今から30年以上前の1990年、平成2年に、防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに、口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させました。この試作では、火砲としては、高速な戦車砲の 1750m/秒を上回る弾丸初速 2000m/秒以上を目標に設定したそうです。すでに、2297m/秒、約マッハ 6.6 の初速で、約 320g の重さの弾丸を発射できる能力を示しています。現在は単位ですが、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということです。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われます。あくまでも憶測ですが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられます。これについて、防衛装備庁はノートコメントとしています。理由としては、射撃試験の細部やレールガンの使用を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っています。無人攻撃機、ドローンを
遥かか彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではありますが、手を汚すという自覚なしに、他人の命を奪えるようになったわけです。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのは、なんとも恐ろしいものではないかと思うのはセンチメンタルなのでしょうか？